はい、本日の商品紹介ですね。レクシング P9 ドライブレコーダーです。ルームミラー型の5インチのモニターが内蔵されたドライブレコーダーのご紹介です。はい、1080p フル HD 高画質160度広角視野、480p バックカメラ付属です。常時録画で HDR 人センサー搭載の商品、サンプル提供いただきました。Amazon で星4つ半現在、値段が 9,999 円という風になっております。非常にね、優れた最新のルームミラー型のドライブレコーダーですね。早速開封していきたいと思います。こちらが箱ですね。はい、こんな感じで、はい、なっております。こちらのメーカーさんですね。はい、これで開けます。これ磁石で、はい、止まるようになってます。はい、まず内容物のご紹介です。はい、こちら、取扱説明書ですね。はい、こんな感じでちょっと明るいんで、落とします。はい、こういうふうに日本語の取扱説明書がちゃんと分かりやすい説明書がついてます。非常にこれだけ分かりやすい説明書がついてるっていうのはなかなかありませんね。はい、こんなふうにはっきりとしたかなり分厚い、ユーザーズマニュアルが入って分かりやすい、配線のコードの引き方までがこう書いてありますね。はい、早速開けていきたいと思います。これが取説です。はい、こんな感じで、はい、こうなってますね。はい、とちゃんと梱包もしっかりしてますね。はい、傷が張られないように、はい、スポンジのはい、こちらですね。はい、素晴らしいですね。はい、過去に1回ね、DB パーさんのね、ミラーやったことあるんですけど、はい、こちらの商品でね、新しい、商品ですね。なかなかいいですね。はい、薄い、はい、ミラーはですね、青色がかってますね。はい、ミラーなんでね、映り込みがあるんで、ちょっと角度を変えながら、はい、お見せしますね。こんな感じです。はい、こちらが、はい、底の部分ですね。はい。SD カードが 32GB まで対応しております。上書きするタイプでですね、はい、こういう風になってます。ファイルがね、G センサーで衝撃を感じると、ファイルがロックされて、はい、そのファイルが残るようになってます。はい。で、こんな感じですね。後ろ。はい。こちらカメラの部分です。非常にいいカメラがついておりますね。1080p フル HD 高画質6層ガラスレンズですね。F が 2.0、160度の広角レンズで広範囲の状況を鮮明に録画できます。はい、こんな感じですね。G センサー搭載で、衝撃センサーでファイルがロック。衝撃を感知した場合、撮影データが保護されます。データ上、上書きされ、決定的な瞬間を守ると。ループ録画で、録画された動画ファイルは、その都度単独ファイルとしてメモリーカードに保存されると。いった具合で、容量がなくなった場合でも最も古い動画ファイルが新しい動画の上書きというふうになります。メモリカードね、はついておりませんが、まあ、32GB 対応なんで、32GB のクラス10以上、クラス10を推奨といったふうになっております。SD カードは、マイクロ SD カードはね、クラス10クラスを買っとった方が、品質のいいやつを買っとった方が、まあ、ファイルを保存するんでね、安心かと思います。これでミラーのところに留めるんですよね。はい、こういうゴムで、留めるといった具合で2つありますね。これがレンズの部分。ここも動きます。はい、こんな感じで、6層レンズ。はい。で、さらに、こですね。これを今後ろの部分もっと明るくしますね。はい、これで。はい、ここがスピーカーですかね。はい。こう見せますね。はい。こういう感じです。全体はこんな感じ。かなり、まあ大きさありますよね。30センチまでないんですけど、まあ25センチくらいあるかなというところ。上部の、はい、各種、はい、ボタン関係がありますね、上に。はい。これデザインかな？ボタンですね。ボタンですね。ボタンが上部に、はい、ありますね。はい、こんな感じですね。マイクって書いてありますね。録音も、はい、できるんで、マイクというふうになっております。こちらが後ろの部分を今現在お見せしております。じっくりお見せしますね。時間かけて。はい。こんな感じですね。まあ、ここがバックカメラとかも入ってますんでね、それをつなぐところがありますね。はい、こんな感じですね。まあ、ミラー見せたいんですけど、映り込みますんでね。はい、こんな感じですね。はい。はい。こんな感じで、ミラーが、はい、見えております。はい。ミラー面ですね。これミラー面を見せております。ちょっと映り込んでますんでね。はい。こんな感じで。はい、上部。で、5インチのモニター、この部分ですね。この部分が5インチのモニターが点灯するといった具合です。完全にもうミラーの中に入り込んでます。これが5インチのモニターが、はい、あるといったところで、各種、ここが操作部分の表示が出てますね。これが操作ボタンです。はい、こんな風になっております。それと内容物見ましょうかね。はい、ここに置いて。内容物、こちらがバックカメラですね。バックカメラが付属しております。はい。これがバックカメラですね。かなりのコードが長い、バックカメラ。後ろまでね、十分伸ばせるバックカメラが付いております。ここで、ミラーの下に、刺すところがありますんでね、これをカチッと刺して引いていくといったところです。電源の取り方とかも書いてあります。今詳しく説明しませんけど、はい、ここ LED ライトかなまでついてますよね。なかなかしっかりしたバックカメラも付属で入っております。それと、はい、シガーライター用の、はい、給電用のコードです。シガーライターに突っ込むやつ。はい、これですね。はい、さらに、はい、これが電源の、はい、USB から取るコードが入っております。さらに、まあ、それだけかな。はい、あとは保証書ですね。みたいな。これだけが入っておりますね。ちょっとこれ抜けますね。まあ、こうカメラバックカメラと、まあ、シガー給電用のシガー用の充電、はい、充電用の、はい、コードです。かなり長いですね。ここのは、はい、コードをしっかり長さ巻いてありますんでね、かなり余裕を持って配線できると思います。こちらのバックカメラもコードは十分長いですね。はい、これが、まあ、はい、こういうコード、USB の、はい、ミラー用の充電コードですかね。はい、それからデータを取るときのコードというふうになっております。これだけ入っておりますね。はい、それと取扱説明書が、こういうふうにちゃんと日本語でついておる素晴らしい商品ですね。はい。やはりね、ドライブレコーダー僕もつけてるんですけどね、車に。ミラー型が一番いいですね。まあ、小さい、上から吊るすタイプもいいんですけどね、やっぱしミラー型が一番ここ5インチのモニターなんでね、見やすい。小さい吊り下げ式のは2インチぐらいしかないんでね、どうしても見にくい面があるんで、5インチで、ブルーでこういうふうに、はい、今見えてる四角い部分に映像が映し出されるといったミラー型のね、最新型のドライブレコーダーですね。はい、こういうふうにちょっと長くなりましたけど、こちらのメーカーさんね、これレクシングっていうんですかね。はい、読み方が違ってたらすいません。そういったわけで、今日は、サンプル提供いただきましたドライブレコーダー 1080p フル HD で撮れて6層ガラスレンズで非常に明るくて160度の広角レンズ付きで、視野角も広いといった優れもの。はい、P9 ですね。ドライブレコーダー5インチルーム型ドラレコ 1080p フル HD 高画質160度広角視野、40p のバックカメラ付属常時録画 HDR-G センサー搭載の商品のご紹介でした。URL 貼っときます。気になる方は見てください。ではまたです。ご視聴ありがとうございました。さようなら。